こんにちは。Amazon サポーターの堀秀夫です。今日は Amazon ブランドの販売アプリケーション。最近この出品しようとしたらね、ブランド、についての、あなたの商売についてのね、あるいはあなたの Amazon ガイドラインの理解度についての、チェック項目というかテストがね、出るような表示が出てきますんで、その内容の解説と翻訳、そしてね、どんなことを要求されているのかについて解説します。まず、あなたの製品とビジネスについて教えてくださいということでね、どういう立場で販売してるか、転売なのか、あるいはメーカーなのか、またその両方なのかということでね、この質問があります。そして次にその販売する商品について、どういう責任があるか、それについての記載があります。で、これね、正解は、この私は Amazon で販売するすべての商品に責任があり、それらが法律に違反しているかどうか、または Amazon での販売が制限されているかどうかを理解する責任があります。ということでね、これで、要注意、なのが、Amazon にカタログがあってね、販売していると。場合によってはね、US Amazon とかが販売している場合もある商品、販売していたらね、オーストラリアの法律に違反してるからね、あなたのアカウントをサスペンドしますという通知が来たことがあります。ほんまかいなどいう感じなんですけど、そういうこともありますんでね、カタログがあって、ね、販売者がいても、場合によってはね、US Amazon、さすがにオーストラリア Amazon が販売してそういう例もないんですけど、今のところ。例えば Amazon が販売してても、オーストラリアの法律に違反してることがあるということなので、そこまでチェックする必要があります。で、サポートを受けている会員さんについてはね、こういう商品がダメですという情報がね、判明したときに、流してますんで、それはね、しっかりとサポートメルマガチェックしてください。個別サポートを受けている会員さんについてはね、商品チェックのとき、ね、あるいは補充のときに、それらの、違反している商品がないかチェックしてますんで、まめに、商品の相談をするようにしてください。それからね、違法または Amazon のポリシーに違反する商品を Amazon に出品すると、次の結果が生じる可能性がありますと。最も適切な回答を選択してくださいということなんですけど、商品の出品を取り消す場合ございます。これ割とよくあります。で、オーストラリアの場合ね、これが、5個、10個、取り消されたからといって、別にアカウントサスペンドになっている例がね、ありませんので、これは大したことじゃないと。で、特定のカテゴリーの出品資格が取り消される場合があります。これ今んとこないんですけど、例えばね、サプリメントとか、食品とか、そういうのでね、違反商品があったらそれ全体が出品できなくなると。そら、起こりうるだろうねという気がします。それから、販売アカウント全体がブロックされる場合があります。ね、サスペンド、あるいはもうアカウントが削除されちゃうと。重大な違反の場合ということです。で、これ、上記。すべて、起こり得ますんで、しっかりとね、販売しちゃいけない商品は販売せず、問題のない商品を販売する必要があります。そして、Amazon で出品する際に、Amazon のポリシーを確実に遵守するためのベストプラティクスは次のどれですかと、販売予定の各製品のレビューを担当する従業員を1人以上割り当てます。この従業員は製品に適用される法律を含め、製品及び業界に関する深い最新の知識を持っている必要があります。これね、私のサポートを受けると、重大な Amazon ポリシー違反を犯さずに済みます。何しろ、日々サポートしてたくさんの事例を、解決してますし、オーストラリアに住んでましたしね、何がオーストラリアでまずいのか、どういう商品がまずいのか、最近どんな商品に問題が起こっているのか分かりますんで、これは手前味噌ですが、私のサポートを受けるのが一番なんでね、サポートを受けてる、会員さんはね、個別サポートの会員さんはまめに商品を相談して、また、個別サポートでない会員さんは、サポートメルマガをね、見落とすことなく、チェックしてください。また、もしこの動画をね、サポートを受けてない、方、見てた場合は、サポートをすぐ受けましょうと言いたいとこなんですけどね、募集してない時期もありますし、まずは、無料で取れるね、この動画の説明欄にある URL をクリックして、無料のメールマガジン、そちらをチェックしてください。
それから出品禁止商品の例を含む出品制限商品ポリシーや商品カタログを定期的によくご確認ください。これは在庫フィードに含まれているか、自動システムを使用してアップロードされた製品が含まれます。メーカー以外の販売元から在庫を購入する場合は、製品の出どころと販売される可能性のある法的枠組みを理解するために細心の注意を払ってください。売れるかどうか疑わしい商品は出品しないでください。医薬品やサプリメントを販売する場合は、これらの製品の成分を理解し、許可されているかどうかを調べてくださいと。これらを全部、ね、守る必要があります。そして、本物以外販売してはいけないと。ね、レプリカ、模造品、それらは禁止されています。まあ、これはね、アカウント削除になる危険性が非常に高いんで、販売しないようにしましょう。そんな形でね。まあ、普通にサポートを受けていただいて、サポートメルマガを見落とさずに、あるいはね、個別サポートで、出品する商品、ね、あるいは、補充する商品を相談、していただければ、まあ、これらの内容をね、分かってなくても問題ないんですけど、まあ、重要なことなんでね、翻訳と解説の動画を作りました。また、ね、確認事項、ご質問あったらお待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。